今回アイハーブで6点購入したのでそちらを1点ずつ紹介していきたいと思いますこちらのフレッチマークスっていいうものを買いましたこれはリピ買いで2本目になるんですけどどういう商品かっていうと、えっと、バストケアの商品になります ここには妊婦さんの絵書いてあるんですけど妊婦さんのあと妊娠線このクリームで消してあげたりだとかあとバストのハリをアップさせたりだとかそういうケアに使うクリームになっています私はこれを普通のボディクリームオイル系とかとこってりとしたクリームを塗った後にこのバストのクリームを塗っていますで中出すと こんな感じでなんか前よりかは私の使ってたやつと違うのかな結構伸びが良くてめちゃくちゃ保湿されてるっていうものになりますねで今気づいたんですけど違う商品を買ってしまってましただからサイズがちょっと違う買い直そうかなって思いますまあこれでもしバストケアできたらこれで使い切ってからまた新しいこちらを買おうと思います 次に購入したのがこちらになります商品名がオオメガ3のプレミアムフフィッシュオイル、ル、えっと、魚ゼラチンソフトジェ100粒。簡単に言うと「心身の健康」「豊かな生活」「最適な脂質状態」をサポートということで生活習慣病が気になる方考える力や全身の健康をサポートします、まあ、オメガ3って結構皆さんも聞いたことあるかなって思うけど 体にいいっていう風に言われていてずっと気になっていたのでこちらを購入してみましたでこれは1日2粒を好きな時に飲んででいいいみたいです。前回こちらの2つサプリを買っていてでこのパワーこちらが日焼け対策見た目で焼けなかったとかは あんま分からなかったんですけどこれも多分毎日飲んでたら少しはいいんじゃないかなと思いますまあ、飲む日焼け止めって考えていただければいいかなと思いますでこちらも結構もうあと2粒しかなくてともう1点前回買っていたものがこちらのビタミン C のグミサプリになりますこちらも90個入ってるんです1日3つぐらいを。結構アイハーブってそのサプリだとか 薬系はアメリカンサイズなので結構これもこういった形で大きめなんですけどこれはまあ普通に美味しく食べれるのでおすすめです簡単にビタミン C 摂取することができると思います次の商品がこちらの 二点になりますディープコンディショニングシャンプーオリーブアボカドこっちがシャンプーでこっちがヘアマスクです損傷した髪に光沢と輝きを修復するアルガンオイルとシアバターシルクプロテイン配合で髪を柔らかく豊かにしますっていうのが書いてあって乾燥したダメージを受けた髪をソフトに強化するとあと普通の髪と乾燥した髪に最適でと色落ちしない 硫酸塩不使用グルテンフリーパラペン不使用でこれは、えっと、私が大大大好きな、えっと、YouTuber の u r さんっていう女性の方が紹介していて髪の毛がキシキシになるんだけどそれをこちらのヘアマスクでコーティングしてくれる u r さんがとても髪が綺麗なんですけど憧れてこちらを購入してみました。 私結構シャンプーオタクでもあって今まで安いものからちょっとお高めなものまで買ってきたんですけどやっぱり私自身髪の毛は美容師さんには標準の太さと硬さって言われていて自分に合うシャンプーとリンスをずっと探していていまだにこれだっていうものが見つかっていないので。 次に紹介するものがこちらになります山本ルナさんが、えー、紹介していて気になって買ってみたものですこれがココナッツウォーターファーミングクレンザー 163ml の洗顔料になりますグルテンフリー認証ビーガン詳細には乾燥した状態と疲れて元気のない肌張りのない肌バランスの悪いペ h 値っていう ものになっていてい T ゾーンだけ姿勢肌で他は結構乾燥肌なので,で水分が足りないっていうのをとても言われていたのでこれいいなって思って買いました。泡で出ててくるポンププ式のタイプになっていますと最後がこちらになります。とこれがティーツリーオイルバームのシアバターとビタミン配合 71g で848円になります。結構小さめ ですね、見た感じでこれも YouTuber の浦さんが紹介していて気になって買ったものなんですがトラブルのある肌を落ち着かせたりだとかシアバターおよびビタミン E 配合合成香料とか人工着色料不使用ワセリン不使用っていうものでヒップのケアに結構最適だっていうのを聞いてお尻も綺麗に保ちたいなっていうので。 お尻専用のあのボディーソープも買ったんですがそれを買った後にやっぱりヒップも保湿してあげたいということでこちら今回買ってみました私がアイハーブで購入した6点になります最後まで見ていただきありがとうございましたではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ